エリック・フィッシャーは、ミシガン州ロチェスター出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のインディアナポリス・コルツに所属している。ポジションはタックル。外車ディーラーで働くシングルマザーの母親に育てられた。高校時代は、アメリカンフットボールとバスケットボールでキャプテンを務め、オフェンシブラインマンとしては、最終学年からプレーした大学入学前は全米に注目される。 ラインマンではなく、ライバルズドットコムからは2つ星に評価されていた。中央ミシガン大学に進学した彼は1年時の2009年は先発2試合を含む8試合に出場。2年時の2010年には9試合で先発出場した。3年時には膝を故障して2試合に欠場した。4年時の2012年は全12試合で左タックルとして 先発出場し、ミッドアメリカンカンファレンスのファーストチームに選ばれると、共に、プロフットボールウィークリーから、オールアメリカンファーストチームに、スポーツイラストレーテッドから、セカンドチームに、AP 通信から、サードチームに選ばれた。彼の所属したチームは、2010年には、グマックボール、2012年に割とるシーザーズ、ピザボールで勝利した。2012年12月には、 翌年の NFL ドラフト一巡指名が期待される存在となった。シニアボールの練習でスカウトの評価を高めた。ドラフトではカンザスシティチーフスから全体1位で指名された。タックルの選手がドラフト全体1位で指名されるのは1970年の NFL と AFL の統合以来、1997年のオーランドペース、2008年のジェイクロングに続いて、 史上3人目であった。ミッドアメリカンカンファレンスの選手が全体1位で指名されるのは初めてであり、中央ミシガン大学の選手がドラフト一順で指名されるのも、ジョース・テイリーに続いて2人目であった。7月26日に4年2210万ドルで契約を結んだ。2013年、プレシーズン第1週のニューオーリンズ・セインツ戦では、右タックルで先発した。 第4週のニューヨークジャイアンツ戦で脳震盪を起こし、翌週の試合を欠場した。開幕9連勝で迎えた、AFC 西地区ライバルのデンバーブロンコス戦では100%の力を発揮できず、チームは敗れた。2014年、アンディリードがチーフスのヘッドコーチに就任、ブランデン・アルバートがフリーエージェントで対談したため、左タックルへのコンバートを期待された。この年、 プロフットボールフォーカスからは、左八8 4人中72位の低評価に終わった。2015年8月17日、練習中に左足首を捻挫した。同年9月7日、右 T へコンバートされることとなった。この年先発14試合を含む16試合に出場した。2016年5月2日、チーフスは5年目のオプション契約を実施した。 同年7月30日、チーフスと4年4800万ドルで契約を延長した。この年のピッツバーグスティーラーズとのディビジョナルプレイオフの第4球に10から18からタッチダウンを上げた。チーフスは2ポイントコンバージョンで同点を狙ったが、フィッシャーがホールディングの反則を取られて10ヤードの罰、タイとなり、チームは16から18で敗れた。全体ドラフト1位指名ながら、 プロ入りから5シーズンで一度もプロボールに選ばれていない。彼は2018年シーズン開幕前、ドラフトアイアよりここ10年で、サムブラッドフォードに次いで2番目に期待外れとなった全体1位選手であると評価された。2018年、彼は自身初のプロボールに選ばれた。2019年シーズンは、怪我により8試合のみの出場に止まったが、チームはプレーオフを勝ち上がり、 スーパーボールに出場した。サンフランシスコフォーティナイナーズと対戦した第54回、スーパーボールでは LT として先発し、チームも31から20で勝利し、自身初となるスーパーボール制覇も経験した。2020年もチームは地区優勝を果たしたが、バッファロービルズと対戦した AFC チャンピオンシップゲームでフィッシャーはアキレス腱断裂の大怪我を負ったため、 第55回スーパーボウルの出場は叶わなかった。2021年5月10日にインディアナポリスコルツと1年契約を結んだ。ありがとうございます。